はい、どうもハイパーの敷地の栗木です。今日はですね、第15回アマドゥ GP オータムカップということで、もう練習走行が今キッズクラス始まってるんですけども、会場リポートというかダイジェストリポートしたいなと思います。あ、竹尾さんか。なんか雰囲気変わりましたね。あ、そう、なんか、うん、え、誰、え、誰、いや、クールキですよ。あ、ごめんなさい、前回来てなかったからちょっと忘れちゃいましたね。ほんまに、なんかすっごい大阪らしい服着てますやん。違う、秋でしょ。オータム竹尾ですよ。大竹尾。いや、もうなんか安いチンピラみたいになってる。大竹尾です。オータム竹尾。いや、もう足、映ってへんところの足。ありがとうございます。かましていただきます。ありがとうございます。あの、今日からね、あの、粉が販売になったんですよ。はい、ニューアライバル、ニューアライバルって書いてある。ここのなんか絵力がすごいな。なんか、おはようございます。アルディチャンネルのアルディです。今日ね、こういうね、お、トーンもらえる。アマドゥ GP 恒例のハッシュタグキャンペーンやってまして、今回のはこの色合い。お、フルカールっぽいで、秋とミニオフ界の秋、今年の2024の秋といえばこの色じゃないですか、うん、そんなハンドタオルがもらえますんで、いい、ぜひぜひね、もらってください。あとはね、キフパーツもすごい、すごい量だよ。すごい量のキフパーツ、すごい量で、今回なんと、はい、寄付をしていただくとアルディチャンネル初の公式ステッカーがね。あら、初何年 YouTube やってるんですか。 YouTube 苦節13年で初のチャンネル公式ステッカーができました。アマドゥさんに作ってもらいました。いやもう作りなはれ。そして、あ、弟がいる。はい、弟は今日何やってるの。え、今日何やってるの。今日たこ焼き粉を売らされてる。大阪来てたこ焼き粉売らされてる。鹿児島から、鹿児島から来たのにぼちぼち売れてます。ぼちぼち売れてるよ、これ。なるほど。あ、で、ほどべさんですね。おはようございます。おはようございます。いやー、ようこそ尼崎へ。いや、遠かったですね、はい。え、遠かった。遠かった。いや、新幹線乗ったら着くじゃないですか。1800キロぐらい移動しました、昨日。私なんでなんで。聞きたいですか。まあ一応聞きたい。物販今日やります。はい、これね。で、あの、朝出て、で、品川でアルディさんと合流しました。で、新幹線乗ります。新大阪降りたところであれと思って、なんかこうリュックないな。物販のものが全部入ってるリュックがない。あ、事件だ。あ、やばい、どっかになくした。ちょっと一回戻ります。戻りました。家にありました。そもそも持って出てなかった。新大阪に来て、そう、狭山に一回帰って、ええ、もう一回尼崎に来たってこと。そうそうそう。反復横跳びみたいなもんですね。やばやば、めちゃくちゃ疲れた。いや、普通に来たらあんま疲れないですけどね。うん、そうですね。はい、2往復大変ですね。今日はね、この小野さん、アルディさんで、ニテリックさんと、で、僕と竹尾さんで頑張っていきたいなと思います。今日よろしくお願いします。待ってます。アマドゥ GP、 アマドゥ GP、 アマドゥ GP。かっこいい、すごいよこれ。これ自体なかなか見ない。確かに。マグナム。かっこいい。かっこいいね。かっこいいね。素敵。うん、はーい。モーターバッで割ってまーす。モーター。はい、モーターなんですか。トルクチューンモーター。お、いいね。かっこいいね。よし、はい、OK です。はい、頑張ってね。よろしくお願いします。はい、スタート。おわー、戻れ戻れ、無理か。はい、行きます。はい、行きます。次の味も。Oh!
にここで決めていきたい、サイレースとならないようにしたい、レーテンで決めてくる、上りスワーブ、下りスワーブを決めておめでとう。意識してくるよ。アマドゥGP。はい、昼です。このタイミングで。昼です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。午前中キッズクラスでしたが、うん、どうでした？やっぱりあんなにね子供がいる光景っていうのは、ここのアマドゥGPだけなんじゃないですかね。うん、ちょっとやっぱあの光景何度見ても感動しますね。80人参加。超多い。だからレース中に元兵衛さんに実況やってもらおうと思って振ったんですけども、見事に何にも喋れないで終わったっていうね。そこだけ悔いが残りました。あの振りは雑です。僕がこの前ドクさんに振ったやつがあって、ガイさんがじゃんけんの時に MC じゃん最初はガイ、それを徳さん式にお願いしますって言ったんですけど、それでも当たり合ってましたね。なるほどね。あれ以上クリアったから。しかもなんか今日のじゃんけんよく聞いたら、最初はドゥって言いませんでした。あ、出てきました。ですよね。最初はドゥですよ。アマドゥのドゥやと思ったけど、はい、誰一人として現場で気づいたのって、ね、いや僕も気づいたかった。最初はドゥ、はい、最初はドゥとかママドゥとかね、いろいろドゥは考えてるんですよね。まあこういうもんですが、ママドゥ、ママドゥ今ちょっと前に耐えれなかったですね。早いこと終わらせて使わず自分で言ったって言いません。アマドゥ GP、 アマドゥ GP、 アマドゥ GP。 オープンクラスが始まりますが、すごいレースです。まあ、こっちはスケさんうどんの待機室なんですが、ちょっとここ通路に、ね、分かれて奥まで行ってる状態ですね。かなりたくさん今日も参加していただいております。ありがとうございます。アルディチャンネルのアルディさん、そしてもう一人誰かが来るよっていうね、 X の、ホストキャンペーンっていうのを行っておりました、はい、でそこで見事、ホドベ店長が来るよっていうのを予想した方の中から1名、当選した方をねこの場で発表させていただきたいなと思います。では、当選者の名前を発表したいと思います。当選した方は大川ちゃん選手。おー、大川さん、大川ちゃん選手、大川ちゃん選手、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はホドベイさんからプレゼントがあるの？ある。はい、ということで、ここでサプライズプレゼント渡しになります。これは何ですか？あ、HD ベースのミニ四駆入れる、ミニ四駆入んないの？入りそうな大きさなんで入んないの？クールボックスですね。はい、おめでとうございます。アマドゥ GP、 アマドゥ GP、 アマドゥ GP。 バラバラ。いやいや、はい、OK です。はい、車検やってます。車検やってます。はい、どうもー。はい、そこだ。はい、車検。はい、OK です。はい、どうもー。はい、始まりますよ。フェーバーしてるけど、フェーバーしてるけど、
まあ、でもね、乙部さんいると安心感すごい、ここあ、そうあ、なんかすごい安心感があるここここで少し差がついたのか、これはどうなる、ファイナルラップに入ってくる、1コースが若干のリードが、これは最後まで分からない、テーブルトップドラムバスの交差しながら3本の勝利、3本勝利、生川の続きのレースやっていきましょう、クリスマスの前に、気になる一応。考えてたな、絶対。来年の夏でしょうか。生先生から。ありがとう、ヨンクラ。さようなら、ヨンクラ。生先生、次回だけ得点ください。いいレースでした。ナイスレース。ナイスラン。申し訳ございませんでした。ありがとうございました。またチャンスがあれば、頑張りたいと思います。ありがとうございました。あっ、あ、俺なんか俺みたいなやつがいる。ああ飛んだ。あれ？ってことは？あれ？あれ？あれ？ベッタベタ。ベッタベタやぞあれ。ビビるぐらいベタベタ。ニセダウンフォース。Cブロックが始まりました。僕もね、エントリーしております、なんとか勝ちたいですね。さあ、クーリキさんです。クーリキさん、クーリキミニ四駆はビジネスミニ四駆じゃないと。ハイパーラッシュ空力がいく。これは空力がリードしているのか。うわあ、やばい、あ、やばい、これはやばい。 MCG 全滅よ、 MCG 全滅よ。わあ、ここで決めてきました。おめでとう、シーロー。まあ、形軸になりますが、ハイパー 202A でありがとうございます。頑張ってください。さあ、どうぞ。さあ、インタコンパーホロッキーゴー。さあ、インタコンパーホロッキーゴー。ジャンプの距離がこちら、シート15を探しました。敵将の向けはいい。さあ、ゴール。さあ、スプリンタケオとかサマータケオがいてる。そういうことですか。そうそうそう、次はウィンタケオです。
あんまり大竹をうまく言えてないと思います。うん、恥ずかしいです。